皆さんこんにちは。この動画はメタセコイアのヘルプにあるチュートリアル、こちらですね、こちらの実践編、解説期作例の白鳥の作成、こちらをやってみよう、そういう動画です。そして前回の動画で白鳥の体の作成のところまで終わりました。こちらのビューに見えているオブジェクトが、そこで作った、体になります。この動画では6番の選択部属性を活用しましょう。こちらから始めることにします。ではこちらを読んでいきます。形状の編集や確認をするときに非常に便利な機能を押さえておきましょう。メニュー、選択部属性、選択部を視点回転の中心に、選択している部分を中心に視点が回転するようになります。キーボードショートカットはコントロールプラス W です。今視点が、初期状態で、座標が0のところにこう回転の中心があるんですね。それを違うところ、こういう点ですとか、こういう点とか、こういう違う点を回転、視点の中心にして、モデリングをするときに使ってみましょうということです。それで、その今の段階で初期状態っていうんでしょうかね。この段階でその0のところが視点の中心というのはですね、この X 軸、Y 軸、Z 軸の集まったところ、本当の全ての軸が0のところなんですよね。そこが今視点になっています。回転の中心になっています。で、このオブジェクトがあるので、ちょっとオブジェクトを一度非表示にしてそこを見てみますね。オブジェクトパネルのここのリストのこの目のアイコンを一度こうクリックするとオフになるんですよね。非表示になります。で、回転させてみますね。なんか分かりますでしょうか。ここです。ここ座標で言うと0なんですけれども、ここが今のところ、今現在の段階では回転の中心になってるんですよね。ここが視点になってるんですよね。じゃあもう一度出してみますね。なんか雰囲気的に分かりますでしょうか。それでは、新しい、ここを選択してみます。ここを視点とした場合、じゃあどういう見え方になるのか。それはメニューバーの選択部属性から選択部を視点回転の中心に、ここをクリックしています。そしてですね、ここのビューをちょっと回転させてみます。なんか分かりますでしょうか。大きく回転させるとちょっと酔ってしまいますね。ここが中心になって回転されるんですよね。こんな感じで、ちょっともうちょっと違うところを選択してみます。今度ここを選択して、そしてメニューバーの選択部処理から選択部処理を視点回転の中心に、ここをオンにして、ここをクリックします。そして回転させてみますね。なんか分かりますでしょうか。ここが中心になってオブジェクトが回転されてます。最初の段階ではこの0だったんですよね。この XYZ 軸の集まったところが中心だったんですけども、今はここが回転の中心になってます。こうするともっと分かりやすいかなっていうふうに思うんですけど、こんな感じで、なんかすごく面白いですよね。こういうことが
できるんですよ。それでモデリングの最中でこういうふうに操作をして変更したので、また元に戻したいっていうふうになりますよね。最初の初期の状態では座標の0のところ、ここが支点だったので、またここを支点に回転の中心に戻したいですよね。それはビューヘッダーの表示から、ここに支点パネルというのがあるんですけれども、ここをシフトキーを押しながらクリックするとまた元に戻るんですよ。こんな感じで、ちょっとオブジェクトが大きくなっちゃいましたけど、戻りましたよね。ちょっと今ここまだ選択されてるんですが、それはどこか適当なところでクリックをすると解除されます。こんな感じで、それでちょっと私もう一度、じゃあここをやってみますね。ここを選択して、選択不足性から、視点回転の中心にここをクリックします。そうするとこう変わりましたよね。それでここを解除したい、そういった場合にここのビューヘッダーの表示から視点パネルで、先ほどはシフトキーを押しながらここをクリックしましたが、シフトキーを押さないでただ単純にここをクリックすると視点パネルが出てくるんですよ。そしてこのタブがここに並んでるんですけれども、この真ん中に1というタブがあるんですが、ここを選択してみます。クリックします。そうすると今ここで選択した点の座標がここに出てくるんですよね。でその元の視点に戻したい場合というのは、その表示から視点パネルをシフトキーを押しながらクリックでもできますけれども、ここを0にする、それでも回転の中心が0に戻るんですよ。こんな感じで、なんか私はなんとなくそちらの方がこのオブジェクトの大きさが変わらないで、そのままの状態でこうヒュッと視点が戻るので、まあこれも時と場合によってですよね。どちらか都合のいい方法でこう視点を元に戻すといいと思います。次はですね、こちらです。メニュー選択部属性、選択部に視点をフィット、選択している部分をビューへフィットするように拡大表示します。キーボードショートカットはコントロールプラス F です。この面ですとかこの面ですとか、そこをこう拡大表示したい、そういった場合に使える操作ですね。じゃあやってみます。この面を選択して、この面をちょっと大きく視点をフィットですね、これをやってみたいと思います。また選択部属性から選択部に視点をフィット、ここをクリックします。そうするとこんな感じで、なんかすごく大きいですよね。すごく大きくなりました。ここだったんですけど、これはどうなんでしょうかね。例えば何かここの面をそのビューにフィットさせたい場合に、その先ほどのここですね、選択部に視点をフィットからもできますけれども、普通に拡大という感じでしてもこう大きくなんか見えますよね。どうなんでしょうか。こういったやり方、視点をビューにフィットして拡大をした方が
モデリングがしやすいという場合もきっとあるんでしょうね。なのでこういう操作の仕方をあえてここで説明されていると思うんですけれども、どうでしょうか。でもまあもうちょっと細かいモデリングというか、モデリングだったりすごい小さいオブジェクトのまたその細かいところをモデリングするときには、こういった大きく選択部した面が画面にフィットする、そういったところで、そういうエリアで操作していくのもいいかもしれませんよね。こんな感じです。それではこの動画はこれで終わります。次の動画で7番の頭部首を作りましょう。ここから始めることにします。